はい、皆さんおはようございます。シミリスーの主です。今回は、宮城県ですね、2022年の宮城県の問題となってます。 ED 対 DG の長さの比を求めようということで、ここの長さの比ですね、求めていきます。結構難しい問題ですけど、結構実力的なあるような問題ですので、面白い問題だと思います。それではやっていきましょう。初めなんですけど、ここの中心等程ということから、ここの三角形が直角三角形だということが分かるんですね。ということは、直角直角というところから、ここの CB と EG は平行であるということが分かります。また4と6ということから、三辺の定理でここの長さが出てきますね。 CB こんな風になって20なので、 CB は2ルート5センチだということが分かります。そしたら、ここが2ルート5センチだということが分かりました。そしたら、その次なんですけど、6と4というところから DB の長さが出てきます。2センチだということが分かります。そしたら、ここの三角形と、ここの三角形は相似なので、 ED の長さが求まります。2対3の関係なので、ここも2対3の関係になります。 ED 対2ルート5、ここはね、そうすると ED は3分の4ルート5だということが分かります。そしたら、ここが3分の4ルート5センチだということが分かりました。ただ、EC を求めるんですけど、AB が3に対して AD が2という比なんで、ここは DB が1になります。2対1の関係。ここも同じように2対1の関係です。なので、4から3分の1をかけたらいい。4かける3分の1で、3分の4センチと出てきます。3分の4センチだということが分かりました。そしたら、ここが垂直だということが分かるので、ここで三辺を定理でき、 CD の長さが出てきます。これを計算すると、9分の16足す9分の80ということは、9分の96という形になりますね。そしたら、 CD は9分の96、そしたら3分の416の6だから、3分の4ルート6ということが分かります。なので、ここの長さが3分の4ルート6だということが分かります。そしたら、その次なんですけど、ここの角度とここの角度は同じになります。なぜかというと、ここが二等辺三角形だからです。4センチ4センチだから、底角が同じですね、こことここは。で、その次、対頂角で、円周角の定理より、ここの角度とここの角度は同じなので、ここの角度も同じです。そうすると、 DF と BF が分かります。なぜかというと、ここの三角形とここの三角形は相似だからです。なので、4センチと対応しているのは DF、 3分の4ルート6と対応しているのが2センチはね、ここということが分かるので、 DF は4で割って DF は32が6のルート6で、有理化すると答えはルート6センチだと出てきます。 F が
ルート6センチだということがわかります。そしたら、ここの三角形とここの三角形ですね、が相乗三角形になります。なぜかというと平行だからです。ただ、ルート6センチ対3分の4ルート6センチなので、CF はルート6対3分の4ルート6。ってことは、ここは約分できて1。ってことは3対4になります。ここが3対4の関係になる。ってことは、この三角形とここの三角形は3対7の関係になります。また、ここの三角形とここの三角形の比は2対3だということが分かっているので、2対3だということが分かります。そしたら最後に連比で答えたら終わりです。もしくは文字式でやってもらっても結構です。まあ文字式でやりましょうか。ED と CB をイコールします。たら3倍の ED イコール2倍の CB がイコールになります。こうなります。ただ2と3の最小公倍数で比で揃えると、こっちは3倍したので9、こっちは2倍したので14。ただここはイコールなので、ここも長さイコールだ。ってことは 9ED 対 14DG がイコールなので、 ED 対 DG は D 対 DG は14対9が正解となる。他にもまあ連比でやるんであれば、こっちの方が簡単なんですね。3と7が重なってるからね。ただ最小公倍数は21なので21、そしたら7倍なので14で、こっち3倍なので3倍すると14対9が正解となるってやつでも OK です。なので答えは14対9が正解となります。はい、どうでしょうか。今回の問題なんですけど、三平方定理結構出てきましたね。あとは相似のところ、円周角の定理、あとは連比のところ、もしくは文字式でこういう比を揃えるやり方をしっかりと覚えとけばできるような問題でした。今回の問題が面白いと思いましたら、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではね。バイバイ。